金梁草は、ツツジ科銀梁草属の多年草。不正植物としては、最も有名なものの一つ。別名幽霊竹。古い新エングラー体系では、一役草科に、クロンキスト体系では、尺上草科に分類されていた。森林の臨床に生え、周囲の樹木と、外金根を形成して共生する菌類と、モノトロポイド金根を形成し、 そこから栄養を得て生活する。つまり、直接的には菌類に寄生し、間接的には菌類と共生する樹木が光合成により、作り出している有機物を菌経由で得て生活している。古くは周囲の腐葉土から栄養を得ていると思われていて、そのように書いてある著作も多いが、腐葉土から有機物を得る能力はない。地下に短い地下茎と太く絡まりあった根からなる。 塊があり、花が咲く以外にはその姿は地上では見られない。4から8月頃に地下から花計を伸ばし、最大約15センチメートルほどまで伸びる。色素はなく全体が透けた白色だが、花が咲くと中糖は紺色である。茎には臨片状の葉を多数つける。花計は多数が集まって出る。枝分かれせず、先端に一輪の花をつける。花は、 横からややうつむきに咲き、全体は円筒形。先端がやや広がる。やはり白だが、若干赤みを帯びることもある。花の先端からは、おすしべとめしべの先端が見える。めしべの先端は、円形でやや平たく、青みを帯びるのが際立って見える。丸花鉢などが放火して、受粉に預かる。花期が終わると、地上の植物体は黒く変色し、液化をつける。 モリチャバネゴキブリとは、愛理共生の関係にあり、果肉を提供する代わりに種子を散布する、似た種に、銀漁草もどきがある。銀漁草もどきは、同じトガの尺上層を続尺上層に近く、火器が秋にずれ、果実は果てである。日本全土に分布し、産地のやや湿り気のある場所に生育する。世界では、千島列島、カラフ太、朝鮮半島、中国、台湾、 インドシナ、ビルマ、ヒマラヤに広く分布する。新葉樹林や紅葉樹林の湿った腐食に生える。ベニタケ族、チチタケ族の数多くの種に寄生し、間接的につながる植物も多種類にわたる。ありがとうございます。